次2人来るらしい。お同時ですか。お疲れ様です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 。浦かなとさんと渡来ひばりさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ボルタクションの浦です。渡来です。お願いします。お願いします。今クロノワで、はい、何人とつきてくれるのみたいな、はい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 、ことしてて、はいはい、2人目と3人目です。これね、本当に来てくれなかったら、はいはい、クレアさんと対談する動画になってたので、はい、クレアさんと話して終わる動画でした。なってたんで、まあ、それはそれでもいいんですけど、やっぱ来ていただけて本来の企画の趣旨がね、本当にありがたいです。クロノワールってどんな印象とかありますか。どんな印象。どんな印象。もう全然軽いの。おもろいとかでもいいの。ナイブランド。わかる。なんか、あ、なんすか。すごい二次三次のハイブランドみたいな。ハイブランド？勘違い読んでるみたいだ。ちょっといい言葉ですね。ハイブランド。いや、先輩、ちょっと待って。先輩、今。そうか。そっか、俺先輩助けてください。俺ハイブランド感ないよ。困らしちゃって後輩を。そっかそっか。デビューしてどれぐらい。2人はちょうど4ヶ月ちょっとですね。どう、4ヶ月経ってみて。でもやっぱ4ヶ月、あ、悩みとかありますか。悩みですか。それで言うと僕ら先輩だもんね、一応。そうですよ、いろいろね、やってきてます。あ、逆になんですけど、はい、最近健康体で、はいはいはい、夜11時とかに配信してるともう眠くて眠くてしょうがなくて、はいはいはい、なんかやっぱ崩し方とかありますかね。うまくこれね、そのままで大丈夫です。で、あ、いいですか。はい、あのね、夜に偏ってるんで2時3時逆にこの朝のそうあんまいないんですよ。まあ昼ゆいさんとかはいるけど結構少ないんで、ちょっとやっぱ多様性の2時3時ということで、ちょっと昼頃までの配信を任せます。わかりました。崩さなくて大丈夫です。わかりましたとか言って、もうどうする、明日から毎日昼やってるかもしれないなんか見かけんなみたいな。お前の軽いその一言でクズ朝のライブ頑張んなきゃな。ちょっとね、重く取れないで。はい、方向性固まりました今。やばいやばいやばい。やばい。お前今ブランディングを。昼の顔になるこれ。もしかしたら、あの買って良かったものっていうのがありまして、うん、はい、もう持ってるかもしれないんですけど。桃引き？ストリームデック。桃引き。ああ、持ってない。持ってないです。持ってないんだ。あの、ね、マジで便利。え、しかも最近ストリームデックのなんだ、つまみみたいなついてるやつが、あ、出たんすか。新しく出たらしいっすね。タッチパネルのつまみ。でも それマジでちっちゃいのでも全然おすすめです。ファイルでまとめれるので、はいはいはい、その BGM とかも、ね、それこそ買おうかずっと迷ってて、これ買いましょう。なかったので、マジで、あのね、生きるっていうのは些細なストレスをどれだけ減らせるかっていうゲームなんで、こういうところで欲しい？え？欲しいです。欲しいです。買ってあげちゃいなよ。You。俺が買ってあげるよ。やった！いい先輩だ。一番でかいのか一番新しいのしようぜ。いや、つまみがついてるやつで。つまみがついてるやつね。つまみついてたら何でもいいね。つまみ一番ストリームデック一番高いやつどれだ。おい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 邪魔なだけだぞ。でかいのとか買ってもちょっと席外すね。おい、調べに行くなよ。あー、L、なるほどね。3万5000円ぐらい。うおー、だっけかける2。マネージャー天引きしといてそれだからお客さんに出てます。だいぶね、くそ、まあでもね、2時3時を支える新しい風ですからね、まあ、QOL 上げてもらって配信してもらってね、頑張ってくださいよ。はい、頑張ります。先輩だ。
感動したよ。制覇します。僕らも先輩になったんだな。本当にね、人のために金を使うのは久しぶりですよ。やったやった。ありがとうございます。来てくれてよかったって思ってもらえるよこれで。そうね、ありがとうございました。こちらこそこんな忙しい急ですいません。いや本当にありがとうございます。楽しかったです。タッグバトルもあるしね。そう、タッグバトルちょっと楽しみにしておきます。育てておきます。はい、お願いします。100レベルにしておきます。じゃあまた追って連絡します。はい、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうね。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。お前いい先輩だね。お前やりやがったな。感動したよ。たっけぇ。PS5 買うわ。そんな7万でしょ、だって合計。うん、2人たっけぇ。まあでも可愛い後輩か、うん、言っても俺結構いいなって思ってるから。ボルトアクション、ボルトアクションって言うと4人分になっちゃうから、あの2人はいいなって思ったから。あと渡来さんの 歌もうめっちゃじゃあ正直好きかも。いいよね、言えばよかった。確かに喜んだよ、うん、いや本当にいいと思ってて。でもね、やっぱ先輩から褒められるとモチベになるよ。そうなの、そうなの、言えばよかった。なんか見てくれてるんだなって。なるほどね。だから送った時にも伝えてあげてよ、ぜひ。ギフトメッセージ、歌うまい。確かに送るフロアールが何かやる。